タートしました。男子カナディアンフォア決勝です。4レーン、6レーン、7レーン、この辺がですね、手半分くらい、飛び出した形で、今引っ張ってきています。昨年度は久万工業高校がこの種目を1位取ったんですよね。残り200メートルを切ったところです。まだ競り合ってますね。横一線でトップの手3艇4艇くらいは横一線です。ラスト100のところの争いになってくると思います。スピードも速いですね。残り100メートルです。ここから伸ばしてきたところが、はい、栄光を手にする感じです。さあ、ラストです。残り50メートルを切りました。接戦です。はい、8レーンと4レーンが競ってます。それから7レーンもそれについてきました。8、7、4、大きくガッツポーズも見えますね。前提がゴールしました。結果はしばらくお待ちください。